こちらおがくずでございますが、ミルワームっていうワームがいるんですけど、ちょっとまあこれぐらいの1センチ親指ぐらい、10センチくらいかな。小鳥用とか小動物用のワームがいるんですけど、それが成長するとこのゴミ虫魂になることが分かりました。甲虫ですね。まあ肉食の虫だったら食べれると思います。結構カミキリムシに似てるから、ちょっと虫嫌いな人は苦手かなと思うんですけど、まあ食べさせる分にはもともとワームだから多分変わんないかなと思います。